こんにちは、月島です。トゥーントラック社のドラム音源 Easy Drummer 2と Easy Keys のコアライブラリーを外付けハードディスクにインストールする方法をシェアしたいと思います。今回の動画では3つの項目に分けてお話ししていきます。まずはドラム音源の構造から見ていきたいと思います。はい、私たちが普段画面上で見ているのはドラムキットを選んだり音のチューニングをしたりエフェクトをかけたりする操作画面です。次にコアライブラリーが何かと言いますと、ドラムの音色データをまとめたファイルです。操作画面上でドラムキットを選ぶと、ドラムの音色データをパソコンの中のフォルダから探して読み込むことでドラムの音を鳴らすことが可能になります。例えるならスタジオに倉庫から使いたいドラムセットを運び出す感じです。実際に操作してみます。このキットを選ぶとバーが動いて音源を読み込んでいます。この読み込んでいるドラムの音色データ音源のことを Easy Drummer ではコアライブラリーと言います。リアルな音のドラム音源であればあるほどコアライブラリーの容量は多いです。ですのでこの容量が多いコアライブラリーを外付けハードディスクにインストールしようというのが今回のテーマです。それでは実際にやっていきたいと思います。インストール手順です。Easy Drummer 2編。外付けのハードディスクにフォルダを作成する。プロダクトマネージャーを起動する。ダウンロード済みのソフトのインストールボタンをクリックする。インストールを進める。コアライブラリーのインストール先を外付けハードディスクの作成したフォルダーに指定する。インストールを終了させる。ちゃんとできているか確認する。Easy Keys 編。外付けハードディスクにフォルダーを作成する。ダウンロード済みのソフトのインストールボタンをクリックする。インストールを進める。コアライブラリーのインストール先を外付けハードディスクの作成したフォルダーに指定する。インストールを終了させる。ちゃんとできているか確認する。はい、いかがだったでしょうか。トゥーントラック社の Easy シリーズは今までコアライブラリーを外付けハードディスクにインストールできなかったような気がしましたが、パソコンを買い替えたので何年ぶりかに再インストールしてみたところ、別の場所にインストールできたので嬉しいです。 MacBook Pro はストレージ容量が少ないので、これができると本当に助かります。またオーサライズの管理方法もウェブ上で楽にできるように変更があったようです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。